はい、おはようございます。朝の4時から学校だった声の話をやっていきたいと思います。おはようございます。じゃあ今回は新井翔士くんをやっていきます。皆さんはじめまして。僕は2年 B 組に在籍している新井翔士と言います。皆さんはこの手の怪談話がお好きなんですか？坂上くんって言いましたっけね。あなたはどうなんですか？怖いお話はお好きなんですか？好き、人並み程度、嫌い。まあ俺は好きなんだけどね。俺自身は好きなんだけど、坂上くんがどうかって話だよな、今回も。でも嫌いそうだよな。だって学校であった怖い話を聞きに来る前もゲロ吐きそうって言ってたもんな。ブスの前で帰りてベトベトする吐きそうって言ってたもんな。まあじゃあ嫌いなんじゃない。嫌い。そうですか。あなたさっきから震えてるように見えるんですけれど、怖い話が嫌いだったからなんですね。僕は日野さんに頼まれてここにやってきたんですが、本当を言うとあんまり脱ぎじゃなかったんです。いや、日野先輩すごいよな。よくこんな個性強いやつら集めたよな。そりゃ普通の人はみんなで集まって怪談話をすると言うと喜ぶ人も多いでしょ。でも嫌ですね、僕は。そういった属性権的なことは嫌いなんです。社に構えてんな、こいつ。彼らは面白がって怪談をする例の怖さも知らずにね。まあね、確かに霊の怖さを知ってる側としてはもうバカらしいよな。わざわざ霊を呼び出すなんて。バカですね、ああいうのは。僕はね、そういうバカな連中が大嫌いなんですよ。言うね。いや、嫌いというよりも、憎らしいとさえ思っています。言い過ぎだね。だってそうじゃないですか。霊をバカにして勝手に呪われて、それで周りに迷惑をかけるんです。聞いてるか、しんど。そういう何も考えないで行動する人種が僕と同じ空間で、僕と同じ空気を吸ってるというだけで、やりきれない思いを襲われるんですよ。聞いてるか、しんど。お前のことだぞ。幸い僕にとって鳴神学園という場所はかなり居心地がいいところです。霊をバカにしてる人間にはそれ相応の罰が下る学校ですから、ここは。ひひひ。どんな学校だ？なかなかねえぞ。霊をバカにすると罰が下る学校という評判の学校。あなたもここが居心地のいい場所になるといいですね。ところであなたはどうして鳴神学園を選んだんですか？自分の意思で、親の意思で。高校だよな。でも坂上くん、なんか自分の意思でって感じじゃなさそうだよな。気弱そうだし。親か？じゃあ親、坂上くんはなんか親に決められたっぽいな。そうですか。あなたは高校生にもなって自分で進路を決めることさえできないんですか？もう何言ってもおられるんだこの空間。惨めな人だ。そんなあなたにぴったりの話をしてあげましょうが、日差しが広すぎるだろ。高校生にもなって自分で進路を決めることさえができない人にぴったりの話なんだよ。どんな日差しだよ。ヒヒヒヒヒヒ。おお、急に孫いな。さて坂上くん、少しお聞きしたいんですが、あなたには一度でいいから見てみたい光景というものがありますか？そうですね、例えば富士山の山頂から望む御来光、あるいは満天の星空を覆い尽くすような美しいオーロラ、広大な砂漠に緑の宝石のように存在するオアシスなんていうものも物語の中にはよく登場しますが、実際に見る機会は稀でしょう。それにまだ誰も見たことがない宇宙の旗に至っては一体どうなっているのか、想像もつかない時にとても興味をそそられますね。はい。そんな一度は見てみたいけれど、なかなか見ることもできない光景。
一度は見てみたい、女房がへそくり隠すところ。何か一つ見ることができるとすれば、あなたは何を目にすることを望みますか？自分の体の内部、自分の未来、過去の歴史の名場面、殺人の現場。一番嫌だよな、腸内環境みたいなお尻からカメラ入るやつだもんな。いやでもこれがその能力として、自分の体の内部を見る能力があるとすれば、お尻にカメラを入れなくて済むから、それはそれでいいか。自分の未来でもな、自分の未来見たところでな、なんか変えれる変えれない問題が発生するもんな。変えれないだったら意味ないもんな。過去の歴史の名場面、あーそうな、名場面はちょっと見たい気もするよな。薩長同盟とかな、まあ、過去の歴史の名場面ってどこだろうって、まあ本能寺の変とかかはちょっと見たいけどな。どういう立ち位置で見るかによるよな。参加しなきゃいけないんだけどな参加しなきゃいけないとか、なんか織田信長と一緒に寺で一緒に燃えるとかだったらやだしな。あくまで第三者だよな。遠くで見れるんだったらそれでもいいけど、殺人の現場、これ見たくないだろ。坂上くん的には3番とかなんじゃない？おや、過去の歴史の名場面ですか。確かにそれは見たくても見られないものではありますが、僕の質問の意図とはかけ離れてます。君の理解力を疑ってしまいますね。相性悪いな俺たち。まあいいでしょう。僕も叶うことならブルータスやカヤサラを裏切った瞬間や、明智光秀が主君信長に反旗を翻した瞬間というものに立ち会ってみたいものです。なんで基本裏切りなの。信じていた相手に裏切られるというのは一体どんな気持ちなんでしょう。想像するだけでゾクゾクしてきませんか。イヒヒヒヒヒヒ。どういう性癖なの。実は僕がこれから話すのもそんな裏切りの物語です。ほう、いや話うまいな新井君。これは僕がまだ1年生の時の話です。あるクラスメイトに同様の質問をしたことがあるのですが、彼は迷わず人が死ぬところを見たいと答えました。彼の名前は佐伯優也君と言いました。彼の答え自体はそんなに珍しいものではありません。そうかなまあ一度見れる工程として何が見たいって言われた時に、人が死ぬとこ見たいですって言われたら俺は引くよ。気持ち悪いなって。そのような願望を内に秘めてる人は意外なほど多いものです。坂上くんだって実はそうなんじゃないですか。ああ、まあもうね、まあその世間体を気にしてあんまり口にはしないけど、心の底ではそう思ってる人は多いですよって話が。なるほど。しかし人が死ぬところと一口に言ってもいろいろな死に方がありますからね。まあそうね。佐伯くんは一体人のどんな死に様を見たいというんでしょう。気になった僕はさらに彼に尋ねてみることにしたんです密着インタビューみたいにすんな仕事の流儀すがし顔の BGM が流れてるな。人が死ぬところ、それで君は一体どういう場面が見たいんですか。てん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 。人が死ぬところ、首をつって体液や排泄物を惨めに垂れ流す姿、それとも交通事故やトラックに引かれて腕や足がずれてしまうようなところですか。おい、たかりばみたいに話すんな。死といえば誰だってそういう凄惨な光景を真っ先に頭に思い浮かべるはずです。ですが佐伯くんはどちらも違うと首を振りました。お、鼻かみます。鼻をかみました。だから僕は他にも思い浮かぶ限り様々な死に方を例に挙げて質問してみたんです引き出し多いね、バライ君。おう、なんだこれ、なんて読むんだ。死虐性を持つ殺人犬に全身を串刺にされて内臓をえぐり出されて死ぬところ。質問の仕方がね、ちっちゃすぎるんだよ。もっと幅広く言った方がいいじゃないか。監禁されて水も食事も与えられずに徐々に痩せ細って力尽きていくところ。
あるいは女性が性的な暴行を加えられながら首を絞められ無念を抱きながら殺されてしまうところ。やだな、この高校生活。休み時間とかにする話じゃねえぞ。だけど佐伯くんはどれに対しても首を縦に振ってくれません。それは良かったのか悪かったのか分かんない。もっと深い闇に接してるかもしれないしな。根負けした僕はどのような場面を望んでるのか教えてもらうことにしました。あ、ゲームだったんだこれ。すると佐伯くんはこう言ったのです。人が高いところから落ちて死ぬところが見たい。うわー、シンプルかつ怖い。なんとも間抜けな話ですが、僕はたくさん例を挙げては見たものの転落死のことを忘れていました。いえ、忘れていたというよりもわざわざ見たいと思うシーンにしては、他の死に様よりもいまいちインパクトが薄いので知らず知らずのうちに除外してしまっていたのかもしれません。まあは、死に方に派手さを求めるのもあれかなって思うけど、でもなんかその欲求はバンジージャンプとかじゃ無理なのかな。まあ、バンジージャンプじゃ死なないからさ、ダメなのか。だから落ちて死ぬところが見たいっていうのは多分その高いところが落ちて、まあ気持ち悪いけど潰れてしまう瞬間とかが見たいってことなのかな。僕は言い当てられなかった悔しさを隠しながら言葉を返しました。どんな負け嫌いだ。ああ、転落死ですか。それがありましたね、なるほど。では人が地面に一つしての元が何だったのかすらわからない、ただの肉塊になるような場面を見てみたいんですね。まあそういうことだよな。しかし驚いたことに彼はそんなの見たくないよ、グロテスクで気持ち悪そうじゃないかというんです。どういうこと。鼻をかみます。鼻をかみました。いやすいません、ね、寝起きだからもう一生鼻水が出るんですよ。人が死ぬところが見たいと言ったのにグロテスクな死体は見たくない。え、じゃあ何、やっぱりバンジージャンプでその欲求は満たさないじゃないか。理解の範疇を超えた発言に僕は戸惑いを覚えました。え、他人の死体が見たいんじゃなくて僕はそんな瞬間に自分が何を考えるかを知りたいんだ。難しい。おっちゃん、お前ら二人と話難しすぎてよくわかんねえや。人がこれから地面に激突して死ぬというほんの数秒間、その瞬間を見れた時に自分は何を思うんだろう。怖くなるかもしれないし何も思わないかもしれない、あるいは今日の晩ご飯のメニューについて考えていたりするのかもしれないだろう。熱く語る彼の瞳は怪しく光を宿し、僕は涼しいよ嫌な汗が流れるのを感じました。おい、外出て遊べよ、サッカーしろサッカー。ねえ新井くん、こんなことを想像するとドキドキしてこないかい。しない。佐伯くんは比較的おとなしいタイプで、あまり感情を表に出したりすることはありませんでした。でもそうやって話しているときは実に嬉しそうな表情をしていました。正直に言うと僕にはその感覚は理解できかねたんですけどね。できないんだ。新井くん、ヒヒヒ、わかりますよみたいなことを言うのかと思ったけど、僕ならどうせ人が死ぬところを見るならめったにお目にかかれないような刺激的で生々しい光景がいいですから。新井くん、スプラッター映画とか好きなのかな。ヒヒヒ。だけどそんなことがあって以来、これまでは単なるクラスメイトの人だと思っていた佐伯くんに対して僕は興味を抱くようになりました。嫌なグループだな、サッカーしろ外で。そして今まで以上に話をするようになり、僕たちは仲のいい友人になりました。まあそれはいいけど、ですからこれからする話は佐伯くんがそんな特別な存在である僕だけに打ち明けてくれた話なんです。ああ、ダチにしか話さねえというあっちい話か。ちょっと窓の外を見てください。やだよ、なんか映ってたら。この新聞部の部室の窓からも見えるでしょ。あそこに立ってる10階建てのビル、
ご存知かもしれませんが、あのビルは完成してからまだ1年も経っていないんです。お、間違えた。ですから昨年ちょうど佐伯くんが人が落ちるところが見たいと言っていた頃には、あのビルはまだ建設作業が行われている真っ最中でした。はい、窓際の席だと佐伯くんは来る日も来る日もあの建設中のビルを一日中眺めていました。ああ、落ちねえかなーつって、建設中の作業員の人が落ちねえかなーって思いながら見てたんだ。やだね、あそこで作業をしている人が僕が見てるときに地面に落ちないかな。そんなことを考えながら、もちろんある程度の高さで作業をする場合には落下防止のための命綱とも言える安全帯というものを装着することが義務付けられています。そうだよね。朝礼で安全帯を押さえたことがバレると現場への立ち入りを拒否されるほど厳しいんですよ。まあそうだよね、安全帯つけないで作業させたって言って上が怒られたもんね。おしまいだしね。鼻かみます、鼻かみました。ですがうっかりつけ忘れたり面倒くさがって装着を怠る人が多いのはまた事実です。もうこの感覚が分からんのよ。命綱は絶対つけた方がいいですよ。そういうわけで僕たちが考えている以上に高所の建設現場でも転落事故というのは起きているようですよ。まあそうだよな、足場あんな細いもんな、柱一本の上をこうね横歩きとかしながら行くんだもんな。だからといってそのような事故が目の前でそう簡単に起きるはずはありません。まあ言うてもうその場のプロですからね、みんな作業員たちは。佐伯君の願望はなかなか叶うことなく月は流れていきました。しかしそんなある日、佐伯君の願いを叶える絶好のチャンスが訪れました。他でもない佐伯君のお父さんがあのビルの建設の作業に関わることになったのです。あーなんか俺思い出してきたなこれ。なんか昔の俺もなんかこの話を聞いてすごいどんよりと暗い気分だった気がするわ。そう、佐伯くんのお父さんは建築関係の仕事に携わっておられたんです。まあ、すごいよなこいつも。なんかその身内がさ建設関係の仕事に携わってて、それでもなお建設現場で誰か落ちねえかなって思っちゃってたもんな。もうこれ狂ってるよな。少し人手が不足していたため、あのビルの現場に応援要員として回されたのです。わあ。明日から父さん、ゆうやの学校の近くで働くことになるんだ。友人の席でそう父さんに言われたとき、佐伯くんは一瞬驚き、そしてとても嬉しそうな顔をしました。それを見た佐伯のお父さんは、なんだ、高校生にもなってお父さんが近くで働くのはそんなに嬉しいのかと照れ隠しのつもりなんかぶきらぼうに話すとポリポリと頭をかきました。あったけえよ。あったけえ場面を見せないでくれ。学校であったこういう話であったけえ場面を見せないでくれ。ま、ゆうやとお父さんは仲がいいのね。その様子を見ていたお母さんも嬉しそうに誇りました。ああ見せないでくれ。この後絶対そのあったかい家庭が壊れるってことは分かってんだから見せないでくれ。つらい。旗から見ていると幸せのごく普通の家庭の風景そのものですよね。まあ、普通っていうかもうかなりいい部類の家庭だよ。でももちろん彼の見せている笑顔にはご両親が考えているような感情なんて少しも含まれていません。そうだよな。これでやっとあのビルから誰かが落ちるところが見れるかもしれない。もう、うわ、もうそれを考えると佐伯君は自然と笑みがこぼれてしまったのです。なんでこんな幸せな家庭からこんな殺戮マシンが生まれしまったんだよ。翌日出勤前のお父さんの朝ごはんに佐伯君はこっそり粉末にした睡眠薬を混ぜました。当然のように睡眠薬を持つな高校生が。お父さんは何も感じなかったのか、いつものようにご飯を食べています。いや、すごいな、お前、行動力ありすぎるよ。
もし気づかれたらどうしよう。そう考えていた佐伯くんはお父さん、美味しそうにご飯を口に運ぶお父さんの姿を見て、内心胸を撫で下ろしました。お父さんも気づけよ、なんか。なんか、このご飯味変じゃないってならないのかな。むしろ、なんか、今日のご飯美味しいなと思ってるのかな。睡眠薬のおかげで。ああ。なあ。ゆうやの教室からお父さんが作業してるビルは見えるのか。食後のお茶を飲みながらお父さんは再起出せました。結構満足してるじゃん。今日も美味しかったなってテンションじゃん、お父さん。睡眠薬かかってるのに。見えるさ、毎日見てると思う。そしてこれからは僕はもっともっとあのビルを見ることになるんだよ。父さんの落ちるところを見るために。思わず浮かんだそんな言葉を必死に押し殺し、佐伯くんはただ一言、うん、とうなずきました。うわぁ、もう痛い、もう痛い、胸が。そうか、お父さんもしっかり働くから、お前もそんなことに気を取られないで一生懸命勉強するんだぞ。お父さんはそう言い残して現場に出勤していきました。俺ね、家族ものが一番苦手なの、こういうの。家族ものの悲しい話が本当に苦手なの。息子に睡眠薬を飲まされてるとも知らずにね。お父さんが出て行ってしまうと、佐伯くんは胸の高鳴りが止められず、自分が軽い興奮状態に陥ってることを感じました。もうどうにかしてくれ、こいつを。睡眠薬の効果で眠かったお父さんは注意力が低下して安全予備を忘れ、うまくいえば足元がふらついてそのまま落ちるかもしれない。もう安全予備を忘れてる時点で他の人止められるよ。今日僕が見てる目の前で、もちろん味で異常に気づかれないように相当少ない量の睡眠薬しか混ぜてません。あ、なるほどね。めちゃくちゃてんこ盛れたら笑うもんな、お父さんも。どうしようと思うよな。だからそう簡単にことが運ぶとは佐伯くん思っていませんでした。なんか振りかけかかってると思うもんな。でももしかしたらそれだけで彼は高揚感を抑えることができなかったのです。はあ、これ立ちが悪いのが前面に押し出さないことだよね。佐伯くんがもうこの感情はあんまり世間的にはよろしくないものだし、隠した方がいいと分かってるから、うちに隠すんだけど行動としては出しちゃうから余計立ち悪いよな。学校に着いた佐伯くんは席に座るなり窓を開け外を眺めました。僕が学校に来る前にもうお父さんが落ちていたらどうしよう。一瞬そんな不安が頭の中をよぎりましたが、何事もなかったように作業を行っているようですし、どうやら急に終わったようです。もうさ、だからお父さんが落ちてないことに不安じゃなくて、もうすでに落ちていたらどうしようっていう話なんだよな。なんかね、頭おかしくなりそうだな、この話。マジで。皆さんも実際に窓からビルを見ていただければお分かりになると思いますが、いくらここから近いといってもそれなりに距離はありますからね。作業している人の姿は豆粒ぐらいにしか見えないし、人の顔なんて認識できません。ですから佐伯くんがどれが自分のお父さんかは分かりませんでした。でもそんなことはどうでもいいのです。佐伯くんは別にお父さんの働く姿が見たいのではありません。人が落ちる姿が見たいのです。ビルから転落する人がいたらそれで彼は満足なんですか。そうして佐伯くんはドキドキしながら一日を過ごしました。いや、だからもうバンジージャンプとかでバイトすれば人気アトラクションみたいなバンジージャンプがあるテーマパークとかで働けばもう一生オーガニズムが感じられるんじゃないのか、佐伯くんは。そんな様子ですから授業の内容なんてまるで頭の中に入ってきませんでした。ですが、決定的な瞬間を見過ごすわけにいきませんからね。先生にバレないように注意しながら教科書を見るふりして横目でずっとビルを眺め続けました。もう朝一にやる話じゃねえよ。僕ですか？もちろん彼が熱心にビルを眺めているのは知ってましたよ。
しかし彼が自分の父親に睡眠薬を飲ませてるだなんてことはこの段階では知りませんでしたからね。まあそりゃそうだよな。ああ今日もビルから誰かが落ちるのを待ち望んでいるんだろうな。その程度にしか思っていなかったので黙って彼の様子を見ていましたよ。そして放課後になりました。結局その日は彼のお父さんはビルから転落しませんでした。トイレの回数も最小限に抑えて見続けていたのですから佐伯君は思わず落胆してしまいます。ずいぶんひどい話ですよね、自分の父親なのに。ですがまだ彼のお父さんが働き始めてたった1日しか経っていませんからね。話によるとあのビルが完成するまではあと3ヶ月かかるらしいので、お父さんもその間ずっとそこで働くことになります。なあ、3ヶ月も観察するのか最大で。そうさ、たった1回の失敗で苦労をせずに根気よくその時を待ち続けることにしよう。今日の睡眠薬には全然気づかれてなかったみたいだから明日はもう少し量を増やしても大丈夫そうだな。1ヶ月後にはもう小鉢に乗ってるだろ、その睡眠薬一品なんか量が多くなってるだろ。そんなことを考えながら彼は家路に着きました。そしてすでに帰宅していたお父さんは何食わぬ顔でただいまと挨拶をしたのです。ああ、彼はなんていう偽善者なんでしょう。僕はそのような人間が身近にいたということがめまいをするほど興奮を覚えました。もう何なんだこいつら。だってそうでしょ、十何年も自分を育み愛情を傾けてくれた父親を自分の一人の欲望を満たすために殺そうというんですよ。狂ってるよこの話。そんな人間性の欠落した犯罪者予備軍がこんなに近くにいる。善良な高校生の顔をかぶって日常生活を送っている。坂上くん、あなたの近くにもそんな危険人物はいるかもしれないんですよ。ああ、でも確かに仮にさ、自分にはないからこんなことやるけど、仮に自分にも同じようにそういう危ない欲求っていうものがあったとすると、どうやって消化すればいいんだろうな。そしてその人物はすでにあなたの命を狙うべく罠を仕掛けているのかもしれません。もうその欲求がどんどん大きくなって、もうしないとまずい、自分がこうやって知らない人になるみたいな形になった時、確かに自分はどうするんだろう。